大岡町市に入ったよ。おお。すごいね。壁が。ねえ。だんだん高くなってきたよ。めちゃくちゃ長いトンネルだな、これ。長いね。何キロかわかんないけど、すごいぞ、これ。ずっとだもん。国道17号。あ、17号あんま馴染みがないでしょ、うん、18号と19号だもんね、うん、と20号と20号か、そうだね、うん、いやすごいぞ、大粒の雪が。さあ今日の宿に到着です。道の駅南魚沼。お米もいっぱいですね。こうなってんだ。新潟県があって、魚沼、南魚沼、塩沢、天地米。天地米とは塩沢さん。魚沼コシヒカリの最も上質と言われる南魚沼産、さらにその中でも最上とされる塩沢さんのみを使ったお米だって。すごいじゃん。すごい。よし、では出発です。はい。今日上越国際でね、滑ろうと思ってたんだけど、うん、結構天気が悪そうだったからやめたんだけど、うん、晴れてきたな。教えてもらったさ、湯沢のロールケーキがめちゃくちゃ美味しいとこがあるって聞いたから、うんうん、そこにちょっとロールケーキを買いに行って、うん、いいね。で、その後あっちにも新潟のもっと北上していこうかな。今日は長岡とか通って燕三条ぐらいまで行っとこうかな。リゾートマンション群が出てきた。これ違う？そうだよね、多分。そうなんじゃない？石内だ。行ったことないな。結構温泉街なのかね。え、旅館というかいっぱいあるね。ねえ、もう 200m ぐらいここら辺なんだけどな。これかな。あ、これじゃん、これ、ね、これ。あ、あったあった。ロールケーキ開いてる？開けない。へえ。駅の目の前。これだね。うん、こっちでもいいけど、ホールのがいいよね。ホールで買ったよ。ね、そうしよう、そうしよう。越後湯沢馬屋。ロール。うまやっていうね、駅前の教えてもらったやつ。召し上がれ。開けるよ。じゃん。どうなってんな。あ、こうか。なんかいろいろ書いてあるな。なんだこれは。うん、美味しそう。すごい。うわあ。あ、それ舐めるから。あー、ずるい。あ、うまい。そう。いただきます。うわ、ふわふわだ。すごいふわふわ、生地も。そうなんだ。すごいよこれ。いただきます。おいしい。ふわふわ、うん。あ、めちゃくちゃ美味しい。そう、普通のロールケーキに見えたけど違う。普通のロールケーキよりももっとふわふわで、甘さがこうくどくないというか。あ、本当だ。もうなんかここからふわふわだね。すごいふわふわ。うん、ふわふわ。あ、うまいな。美味しいねこれ。うん、本当だね。うん、ロールケーキってさ、クリーム勝負な感じがあるじゃん、普通のロールケーキって、うん、あ、これうまいな。生地がうまい、うん、うん、すごいね。なんかもう甘さも控えめだね。全部クリームみたい。あ、そうそう、全部クリームみたい、ね、本当に。うん、軽さが、うまい、超うまい。あ、うまいなこれ超うまい。教えてもらってでもすぐ来れないよ。長野県からここと来るのくっそ遠いから、うん、めちゃくちゃ遠いんだよね。あれだね。じゃあ
脳裏に焼き付けてそうなのまた来る時までだね、覚えとかまた戻ってきたよ、昨日の十日町っていうね、そうだよね、ここら辺はへぎへぎそばっていうのが有名らしいんだな。へぎそば？うん。へえ。あ、あそこも知ってる。あ、みんな知ってるよ、ほら。おお、十日町の商店街だ。商店街の雪下ろし。すごいね。危ないね。え、座って。すごいこと知ってるね。これは上越新幹線だな。うん。さっきの湯沢とか。そうだね。ガーラとか。新潟の方まで行ってんのか。北海道みたいな道じゃんこれ。ずーっとまっすぐ。ずーっとまっすぐ。すごい。ここだね。地場産センター。どこだ？あ、あれか。ビルだ。へえ。あ、そうなんだ。うん、今日はね、小島屋総本店っていうネギそば屋さん、うん、結構コシがあってた。そう、細くってつるっと食べれてすごい美味しいよ。すごいね、これ豪華だよね。豪華だね、すごい。食べていこう。コシとなんかツルツルだな、麺が。そうそう、うまっ。美味しいね。うまいな。なんだこれ、すごいな。寺泊にさ、角城の本店があるんだよね。そこに行ってみよう。なんかいろんなお店があるみたい。ちっちゃいっぽいんだけどね、そこは。そうそう、うん、いろんなお店が並んでるらしいから、海鮮をちょっと見るさ。あ、いいね。おー、海だ。あんまれてないね、今日は、うん、穏やかだ。我に見る日本海の穏やかな海だね。お、もう着くよ。そこじゃない。なんか日本が来てるよ。ああ、ここね。400m ってなってる。これっぽいね。うん。こっちから入れないのかな。へえ、角城本当だね。なんだ、あ、すごい。ちょっと小さいね。にぎわってる。にぎわってた？うん。どうやって止めるんだろう、これ、駐車場。いいねー。はい、会長渡辺、こちら名前触れますよ。会長渡辺、生ジャムでいきます。美味しそうだね。いいね。大きいな、やったりも。あ、すごい大きな味。うわ、すごい。いいな、これも。サバもあるね。ねえ。あ、角城だよ。バンヤ汁。バンヤ汁？あ、食べるとこもあんだ。ここで食べれんじゃないの？カニ？カモ。なあ。いや、どこも面白いな、いっぱいあって。へえ、おいしそうなのもいっぱいあったよ。ねえ、安くて。買いましたよ。買いましたね。マトウダイとゆでたこと、これはなんだ、ネギトロハンバーグになってる。
あ、これが？ん？これ500円だった。500円で、これが800円で、600円で。600円で、あとこれ、巻き貝キムチ。これ1000円したけど、めちゃくちゃ美味しかった。カニ。セイコ。コッペとかセイコとかさ、セコガニとか。これが1000円。めちゃくちゃ安い。これ前福井で見たら1匹1500円とかしてたからね。まだ生きてるんだよ。生きてるよ。で、水からなんか、うわ、すごいね。見せて見せて。入るかな、これ。ギリギリだね。よし、行くよ。吸盤がすごいからさ、吸盤だけ置いとこうか。お、最後難しいな、これ。こんな感じ、いいね。できたよ。とりあえず出してみるね。来ましたよ。来ましたよ。カニはまだ熱いから待っといた方がいいかも。うん。じゃあ、丼から先に、うん、豪快に。ネギトロとタコ、ゆでだこと、あとマトウダイ。マトウダイ、いっちゃって。いただきます。あー、最高。うん、おいしい。うまい。マトウダイおいしいね。マトウダイおいしいよね、歯応えがあってね。その粒もうまいよ。粒貝のキムチ。さっき食べちゃった。ね。おいしいから。ちゃんじゃみたいな味でさ。うん。これね。うん。これも最高。だよね。おいしすぎるな、これは。いいね。やばいね。贅沢だよ、これ。朝ごはんだからね。うん。いや、結構なんかずっしりしてるね。バラバラにしていこうか。うん。もう男と内子って違う。もっと内子はなんかさ、オレンジだよね。で、おお、あ、結構入ってるわ、ちゃんと。どう？ね。すごいね。うん。おいしそう。ね。うん。このオレンジのが内子でしょ？そうなんじゃない？そうそう。できたよ。おいしそう。結構身入ってんの。すごいね。うん。じゃあいただきます。どうぞ。おお。どう？おいしいね。おいしいよね。味が濃いよね。甘い。ね。いや、おいしい。このめんどくささえ克服したらいいかも。うん、よくお寿司屋さんでさ、うん、これ売ってるじゃん。香、うんうん、箱ガニのなんかこう足を全部きれいに並べてさ、うんうん、ね。3枚で1000円。格安です。おいしい。ねえ。うちこ。そうそう、うちこと外こ。なんか、うちことそとこ全然違う。全然違うね。うちこの方がなんかプチプチ感というよりねっとり感が。へえ。おいしい。そとこはもうなんかプチプチがすごい。うまかったね。おいしかったね。よし、じゃあ新潟の方に向かうよ。はーい。新潟市だって。うん。すごいいっぱいいるよ。飼われてるの。餌が多いんだな、多分。こんなにいっぱいいるの初めて見た。おお、なんか食べてるもん。なんか食べてるね。すごいじゃん。え、奥も白鳥だらけだ。白鳥だらけだね。すごい。すごいな、本当にこんなに来るの。ねえ、ここ。
込みがあるのかな。ざっと2、300羽くらい。もっといるだろう。もっといるかな、うん、すごいね。なんか食べてるね。ねえ、雪がないから食べやすいんだね、きっと。すごい、こんなに。ほら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 、みんな止めて撮ってるじゃん。みんなって一人だけで。そりゃびっくりするよね、これが全部白鳥なんだから。横浜、 横浜からだ。無料の高速か。あ、これがあんのか、こっちは。これ乗ったよね、前北海道行くとき ね、まずスカリューを目指したとき。そうそうそう、そうか、これがあったらすぐ上まで行けるな。行きたくなっちゃうな。無料の高速道路があるから。そういうことか。行っちゃおうかな、上まで。すごいよ、秋田くらいまでピュッと行けんじゃないの。秋田、うん、近いな。北進トリップのつもりで来たんだよ。秋田まで行くの。秋田まで4時間で行けるの、すごくない。新潟だって。じゃあまずは亀田のアウトレットに行くぞ。うん、なんか亀田駅っていうのがあるので。あったね、今左ってなってた。だって亀田製菓の大きな工場もあったよ。どれだ、 90m。 どこ、まあ、これだね。え、これ違うよね、左ここ入ってくらしい。ここらしい、うん、入っていける。あ、入っていける。これはさ、工場なんじゃない。もうカメラのこれもそうかな。売店駐車場を右って書いてある、うん、買えたよ、605円すごい量。すごい量じゃない、うん、安か。これ100円だからね。すごいよ、こんな。すごいよね、ね、みんな一等缶で買ってたね、うん、すごい、すごい。いやすごかったな。すごかったね。いやなんか次から次へそうなの、めちゃくちゃ安かったもん。すごい混んでたよ。一等缶で売ってるハッピーターンなんか初めて見たね。うん、すごいな。ファクトリーアウトレットな。あ、この左さ、めちゃくちゃでかいカメラでしょ。違う、これ、うん、この左側、これね、ほら、ほら、亀田製菓。町に入ってきた、うん、新潟駅が左、バンダイ口。お、来た来た、バンダイ橋。これが見えにないと。新潟のシンボル、信濃川なんだ、しかもこれ。いいの顔だね。いい感じじゃん。なかなかいいね。うん、この先に佐渡回転寿司弁慶ってなんかテレビでやってたじゃん。そうだね、それがあるからちょっと見に行って。めちゃくちゃ混むっぽいんだよな。あのお昼時だしね、今ちょっと。あ、本当だね。来たらダメだけど、うん、多分これだと思うんだ。新潟の絶品特産グルメ。お、新潟愛されグルメ。愛されグルメ、半身揚げよく見るね。あとのっぺ汁と、のっぺ、うん、桃ポッポって何？わかんない。ピアマン。激混みだ。ね。すごい待ってるもんね。ダメだな。安いんだな。姫様ですか？姫様。美味しそう、これが。うまい、めちゃくちゃうまい。美味しい、うん、いやー、いいね、美味しそうだね。うん、ね、これ
しいもの。うん？合わせる。バカリもいいね。うん。入る。ほぼもらいます。ほぼ。はい。入る。うん。はい。あとカワハギの着物製と、はい、あと貝三貫ください。美味しい。本当だね。うん、赤がいいかな。はい、どうも。ああ、最高でしたね、ここは。こっちは穴場。こっちは回転寿司の値段。一緒だね。一緒か。うん、その一皿あたりは。だったら立ちのが空いてていいじゃん。空いてていいね。ね、最高にうまかったな。美味しかったね。ここはしかもあんだけ買って2人、あんだけ食べて2人で3,500円。うん。結構いいよ。結構いい。うん。絶対さ、こっちでさ、回転寿司であんなにね、1時間も並ぶんだったら、並ぶんだったらこっちに来てサクッと食べた方が絶対いいと思うんだけど ね、なんか違うのかな。いや、だってあっちからお魚持ってきてたよ。 お刺身の盛り合わせとかね。そうそうそう。よし、村上の方に向かっていくね。うん、新潟のもう県境だね、山形との。釣りしてるよね、多分。え、釣りとかしてなくない？車が乗ってんだよな。すごい雨だな。ねえ、もうあと4キロ。いいね、このバイパスがあると早くて。そうだね。あれも着いた？そうだよ。あ、この通りかな。吉川っていうところを目指してんだけどね。駐車場あるかな？あ、あるっぽいよ。ここかな？違う？ここでしょ、きっと。そうだよね。半身で1万円くらい。ああ、大きいからね。すごい、こっちは何切れだって1万6000円くらい。なんか面白かったね、鮭。面白かったね。あんな光景初めて見た。すごかったね。うん、こんなにいっぱい面下がって干してあってね。なんかスペインの生ハムみたいだ。うん、ほんとほんと、ね、上に面下がってね。なんかよくわかんない天気だね。晴れたり雨降ったり。雨降ったり。さあ、村上を越えて、うん、これで新潟県も終わりだ。終わりか。うん、もう県境、もうすぐ。へえ。しょうがないから次はもう山形県に行くことにしたよ。山形県まで行っちゃう？いや、思いのほかこっちはそういえばさ、うん、あの無料の高速がいっぱい走ってることを思い出したじゃん。ああ、そうだね。そうでしょ、うん、だからとりあえず山形行って、秋田行って。秋田まで行く？で、北海道行く。北海道行かないよ。さすがにもったいないもんな、フェリーが。うん、うん、あの山形にさ、うん、思うまい店で出てたマグロ料理屋、うん、専門店があって、すんごい量なの。そこが、うん、そこがお昼空いてるから、うん、明日の朝そこ行きたいなと思って。それが山形県の、山形の酒田かな、うん、にあるから、うんうん、なんだこれ、笹川流れってなんだ、なんだろう、名勝天然記念物。また雨？雨だね。わかんないな、晴れたり。海
海が近いじゃん、ほら、すごいぞ、今日夕日見えるかもな、すごい晴れちゃった、晴れたらやっぱ気持ちいいな、久しぶりかな、もうでも後ろにすごい雲があるから、うん、雨が降ってる、もうすぐ笹川流れだって、すごいな、あ、ちょっとくら釣りに行ってきます、うん、いいでしょう、冬の釣り釣れるかなどうだろう、so sweet